しばらくすると酒盛りが始まり、赤
たします。鬼は人を傷つけたり騙したり妬んだり物を盗んだり悪口を言ったりする心、さらにインフルエンザや新型コロナウイルスなど様々な病気の原因となるものを表していますので、今日はこれを徹底的に退治いたします。今日の鬼は元気がいい。さあ、おいしいお酒が鬼の体内に入りました。お酒が入ると鬼はさらにさらに暴れ回ります。旦那、酔ってきたんでしょうか。酒がなみなみと進みます。Oh!
です。